パーシーでーす。よいしょ、よいしょ。お、ディーゼルきかんこ、メイビスだ。よかったねー、ディーゼルきかんこ、もらうことができて。パワー！よし、これでタイムトンネル完成だ。お、ロッキーとジェームスだ。やっほー、なーにやってんの。過去の姿や未来の姿に形を変えられるタイムトンネル、やっと完成したぞ。まずはわしの昔の姿を見せてあげよう。行くぞ、タイムトンネル。あ、どうだパーシー、これが昔の私の姿だ。ロッキーって昔こんな感じだったの？びっくり。はっはっは、戻るぞ。よし、大成功。はっはっはっは、ジェームスもやってみるといい。おいでおいで、パワー。よし、これで大丈夫だ。カモン、ジェームス。あら、これは失敗だな。むむ、もう一度パワー。おのー、どうだ。あ、疲れた。もうこれ以上は無理だ。パーシー、多分大丈夫だ。おいで。多分大丈夫かよ。ロッキーを信じて行ってみよう。うわー、信じた僕がバカだった。パーシー、大丈夫か。あー、でも大丈夫だった。スモールパーシー。え、何が？あれ、レールでかっていうか、ロッキー大先生でかくなってねー。うわ、木も大きい。っていうか、僕がちっちゃくなってるんじゃん。どうすんのよこれ。すまないが、わしは何にも知らん。知らん。トンネル大爆発。ロッキー証拠隠滅。知らん。パーシー、君の友達ヒロはどこ行ったのかな？ヒロは頭がいいから何か知ってるかもよ。さあ出発。ゆっくり運んであげるよパーシー。パーシー大丈夫だよ、僕に任せておいて。おー、ついにドキドキマウンテンまで来たか。頑張れジェームス、頑張れジェームス。大丈夫かな、貨車から落ちないかな。うわー、なんかちっちゃくなったら余計に怖く見える。しっかり捕まってねパーシー、行くよ。どうしたんですか、そんなに小さくなって。いや、いろいろあってさ、元に戻る方法を探してるんだけど、何かって。おい、全然聞いてないし。さあ、一緒に。カモン、カモン、こっち、こっち。
ですかね。ありがとうございます。パーシー、私が痩せるまで待っててください。だーん、やっぱりジェームズ、こうなったら一緒に踊っちゃえ。カモン、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 これ結構楽しいね。カモン、カモン、それでは後半をお楽しみに。カモン。はい、ということでどうだったでしょうか。今回はですね、ご視聴者様からいただいた、リクエストストーリーですね。ちょっとね、どう作っていこうかっていろいろ頭で考えてたら、5、6分で1作でまとめちゃうのちょっともったいなく感じたんで、今回前編と後編2部作で作らせていただきました。面白かったでしょうか。パーシーがカブプラのパーシーになっちゃうっていう設定なんですけども、どうやってカブプラパーシーに持っていこうかいろいろ考えたらですね、まあ不思議な力を使えるロッキー大先生が勝手にタイムトンネルなるものを開発してまして、それがまあうまくできなくて中に入っちゃったパーシーがちっちゃくなっちゃうっていう持ってき方にしてみました。そしてですね、最後はヒロに直してもらうっていうことなんですけど、まあ、こちらね後編の方で作っていくんですけども、これがちょっとね、不思議な力を持ってるのはロッキーと、まあタワーがね、この前回復の力をロッキー大先生から教えてもらったりしてたんですけど、どうやってヒロに直してもらおうかな、こちらはまだ考え中なんですけど、まあお楽しみにしていてください。あとですね、前回のトークの時にお話ししたんですけど、今回この度ケンジが発売されるにあたって廃盤になっちゃうっていうロージーですね、僕ねこの前こちらをドドン載せたんですけど、ごめんなさい、こっちじゃなくてご指摘ありました。こちらのロージです。もうこっちはもうとっくに廃盤になってまして、今回はこちらが廃盤になるロージでしたね。失礼いたしましたね。結構3年何ヶ月であっという間に廃盤になっちゃうね、機関車もたくさんあるからね、まあ、メルカリとかああいうヤフオクとかでまた高値で売られるんでしょうけども、またね新しい機関車手に入れましたんで、今度ねそちらも紹介してみたいと思います。車体番号は26番か7番か8番、そこら辺でしたね確かね。はい、ということで後半も、来週中にはアップできるかなと思いますので、ご期待ください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよー。